はい、どうも皆さん、お疲れ様です。そして皆様、新年明けましておめでとうございます。今回の収録が、T&E2024 年シーズンの初めての収録ということで、今年初めての収録ということで、今回もね、グランツーリスモ7の、マスター S5、フルコースタイムアタックの模様をですね、今回ちょっと皆様と一緒にやっていこうかなと思います。マスターのね、このスーパーライセンス、ステージ5、早速ね、いつも通りミュージックリプレイの方で見ていきたいなと、思っております。で、今回の、曲はどうしましょうかね。これでいきましょうか。さあ、まずはですね、コース全体の解説をする前に、今回はね、まずはミュージックリプレイで見ていきたいと思います。今回このステージ5に関しては、プジョー 205T16 エボ2、86年式のモデルに乗ってきます。で、このレイクルイーズのこのね、スノーダートのコースに関してのこのタイムアタックは、皆さん結構苦戦してる方多いんじゃないかなと思います。まあ、慣れないですからね、ダートは。で、なおかつこのラリーカーなので、かなり、しかもね、接触するだけでもう、失敗につながってしまうので、そのあたりはすごく難しいかなと思います。で、特にこのラリーカーに関して言うと、このラリーのコースでいうとかなりシビアなので、アクセルワークだったりとかで結構慎重に走ってゴールドもね、僕は結構取れたので、まず最初はね、このコースを走るというか、このダートのステージ5に関してで言えば、まず1周走り切ることを目標にすると、ゴールド、どこをどうタイムを削っていくかっていう作業になっていくだけなので、ぜひ皆さんね、まずは1周目、1周クリアすること、1周走り切ることをね、練習してほしいなと思います。特にこのマシーンに関して、このコース、アクセル結構、切っちゃうとかなりリアが滑っていくので、本当ね、難しいんですよね。スノーダートに関してはかなりこうね、苦戦するステージかなとは思うんですけども、タイム的にもね、結構意外とゴールドのタイムシビアなので、さあこれでね、1周レイクルイーズの模様をね、お届けしたかなという感じです。さて、この後はですね、実際に一人称視点でですね、みんなと一緒にですね、見ていきたいなと思います。さあ、進めて表示にしまして、見ていきたいなと思います。さあ、S5 のタイムアタックですね。まずは1コーナー目に関してでいうと、もうアウト側から一気に、振っちゃった方がいいですね。ここはね、バンクが外側ついてるので、インよりかはもう外で、立ち上がりもアウトラインで持っていった方がいいですね。で、ここからアクセルを若干緩めながら、次のコーナーですね、左のコーナー、ここの2足は、アクセルワークをしながらリアを、あんまりね、滑らせすぎちゃうと、ここは遅くなってしまうので、逆に。で、ここは、この後右コーナーが待ってるんですけども、ここもね、アクセルワークをしながら姿勢をうまく作ってあげて、で、なるべくこのスノーのダートはアクセルを一気に踏むっていうよりかは、徐々に体勢が整ってからアクセルを踏み切っていくという感じでいくと、姿勢が乱れずに、コーナーをね、つなげることができるので、で、この後のコーナーが一番結構難しいかなと思います。アウト側まで目いっぱい頑張って使って、インをついて、ここはインをついて、アウトインアウトでいいかなと思います。で、この後の左コーナー、イン側がね、ここ傾斜になってるので、アウト側に流れちゃうと外側の壁にぶつかって失敗になるので、なるべくそれに気をつけながら、インをね、つきすぎない程度にやりながら、連続のコーナーを抜けていくと。で、ここのコーナーが最後、ストレートにつながるところなので大事なので、うまくまとめられると加速をね、うまくして、あとはね、直線を踏んでいけばいいだけなので、タイム的に言うとこれでね、1分41秒488、ゴールドのタイム基準をね、クリアしているというような、ワンラップのタイムアタックでした。皆さんね、ダートのレースどうでしたでしょうか。ステージ5ちょっと難しいかなと思うんですけども、ぜひですね、この一人称視点のね、僕が出したタイムが、走りとかがですね、参考になればいいかなと思います。今年もですね、グランツーリスモ7でたくさん遊んでいこうと思いますので、ぜひ皆さんこれからもよろしくお願いします。というわけで皆さん次回もお楽しみに。お疲れ様です。